カロマイホーム不動産業界のヒカキンこと本社長です。私は昨年の12月までサラリーマンをしながら不動産投資をしておりましたが、会社を辞めて現在は不動産屋さんを開業しました。皆さんね、投資物件を売りたい方、買いたい方、ぜひご連絡お待ちしてます。では本題に入ります。不動産投資をしたいって方はこのチャンネルすごく多いかなというふうに思ってます。で、今回は不動産投資で融資を引くために大事なことっていうのを紹介したいと思います。皆さん金ないっすよね。すごい失礼なこと言いました。もう一回言います。金ないっすよね。金なかったらね、どうしたらいいのか。お金なかったら金借りるしかないんですよ。お金ないけど物件が欲しい、お金ないけど金持ちになりたい、もう借金するしかないんですよね。ってことはね、借金を引っ張るってことがすごく重要なのかなっていうふうに思ってます。その中で、まあ、レオントラでプレゼンして借りるのもいいんですけども、リターン結構高いんですよね。そのリターンをするぐらいだったら多分ね、銀行から普通に借りるっていうのがベストな方法ではないかなというふうに思ってます。ですので今回は不動産を買うときに銀行にお金を借りに行く、まあ、住宅ローンだったらただお家住みたいんですで言えばいいんですけど、不動産投資の場合はこの物件はこういう風な事業計画でやるのでぜひ貸してくださいという風に行かなきゃいけないです。では銀行さんに事業計画書を出すってことが必須、まあ、出さない人もいるんですよね。そういう怠けた親もいるんですけども、出した方がいいに決まってますので、まあ、どういった資料を銀行に提出しなきゃいけないのかということについてお話しさせていただけたらいいかなと思います。で、事業計画書の中には大きく4つの情報が必要かなと思ってますので、この4つの情報を1つずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目が自己紹介です。今の職業が何をしてるって、年齢が何歳で、貯金がいくらあって、資産がいくら、金融資産がいくら、不動産どういう不動産を持ってるのか、またまた借金はいくらあるのか、あと家族構成ですね、奥さんはいるのか、で奥さんは年収いくらあるのか、で貯金いくらあるのか、あと家族ですね、父親母親がいるのか弟がいるのかってね、構成と、できたらね、ご両親の資産額とか分かるんであれば、そこら辺の情報も銀行に提出した方が有利になります。銀行さんから聞かれないんですけど、そういう情報とかがあった方が当然貸しやすいです。親が金持ちとしたら結構有利です。そこら辺使える方が何でも使った方がいいんですよね。そういう形で少しでも自分のことを知っていただく。銀行からするとどんな人か分かんない人に金だけ貸せって言われると怖いですよね。例えば友達から1万円貸してくれって言われたら貸すかもしれないですが、道端でいきなりすいませんお金貸してくれませんかって1万円貸す人ってなかなかいないと思います。なのでまず知ってもらうってことが大事かなと思います。知ってもらう別の手段としましては、例えば物件の融資を受けるときに不動産会社から紹介してもらうであるとか、はたまた先輩の大家さんに紹介してもらう、まあそういった方法もあるのかなというふうに思ってます。で、2つ目いきたいと思います。2つ目が物件の情報です。物件の情報としては登記簿の登本であったりとか、まあ、また販売資料、まあ、不動産作った枚数、図面とか資料ですね、そういったものを用意すればいいのかなというふうに思ってます。3つ目に必要なものは事業戦略ですね。例えば物件を買った時にリフォームとかなんか追加投資が必要な場合もあると思います。で、こういう追加投資が必要です、外壁塗装が必要ですとか、駐車場がないから駐車場を作るためにブロック塀破壊しますであるとか、いろんな費用かかると思います。そこら辺を全部まとめて総額いくらですっていうのにまとめた方がいいかなと思います。そのまとめる時に、例えばリフォームとかするのであれば見積書であるとか、そういったものをまとめる必要があるかなというふうに思ってます。あとは想定家賃ですね。いくらかお金かかるのか、いくらもらえるのかというところが重要なので、いくらぐらいで貸せると思いますっていうのをまとめる必要があります。で、この際に想定家賃5万円ですというふうに書くのはダメです。どういうことかと言いますと、まずは近くの不動産屋さんとかに聞き込みに行きまして、なんとか店のなんとかさんはこういうふうにおっしゃってましたよみたいな感じのことを3個ぐらい聞いてまとめるとかなりいいのかなというふうに思ってます。4万5000円から5万2000円ぐらいですかね。だからそういうなんかレンジを示されると思いますので、まあ、そのレンジを総合した結果5万円ぐらいが妥当ではないかなというふうに考えてますか、まあ、そういった回答になってくると思います。あとは競合物件ですね。近隣に同じスペックの物件これだけありますよであるとか、いくらぐらいで募集してますよ、そういった情報があれば銀行員さんも納得してもらえるんじゃないかなというふうに思います。あとは客付けの戦略ですね。お客さんがつくかつかないかっていうのはお金貸す側にとってかなり心配なところですので、例えばペット OK の物件が少ないからペット OK にして貸せるようにしますであるとか、はたまたうちのこの物件は駐車場が2台あります、近隣には1台しかない物件が多いので駐車場2台のニーズは高いと思いますであるとか、まあ、そういったこういう戦略だから客付けできると思いますよみたいな具体的な根拠があればいいのかなというふうに思います。大抵は僕はペットとか駐車場とか、あとは初期費用無料にしますとかね、初期金礼金タダにしますとか、そういったところをやりますってことで銀行さんには説明していることが僕は多いです。あとはね、お金が残るのかです。例えば銀行が返済して想定家賃からの差額を引いてお金が全然残らなくて持ち出しになってしまったら、まあ、お金返済できませんよね。キャッシュフローっていう言い方をするんです。キャッシュフローがちゃんと残るのかっていうことも銀行さんには提示するのが大事かなっていうふうに思ってます。
これらが事業戦略になります。で4つ目として、ここまでやってる大家さんとか投資家の方少ないと思うんですが、出口戦略です。で銀行さんからすれば、最悪ね、貸し出しとか失敗した時にそれ競売で売るとかそういう風になると思うんですが、そこまで至らないように売却すれば銀行さんは借金返せるので、出口としてちゃんと売れるってことが大事になってくるかなという風に思います。で売却時の価格っていうのを自分なりに調べて銀行さんに報告するってことを僕は大事にしてます。で売却の時の価格で、売却したら500万で売れますって回答はダメです。どういうかと言いますと、売却にもいろんなパターンがあると思います。私は主に3つのパターンを出してます。1つ目が、リフォーム必要な物件を前提として、この物件をリフォームしたら何本ぐらい売れますよ、リフォーム時の価格で、2つ目が、物件を潰してさら地にして、さら地にしたらいくら売れますよってさら地での価格、3つ目がさら地に物件を新築して載せたらいくらぐらいで売れます新築の価格、そういった価格を元にベースにして、私が購入する金額は妥当だと思うので返済にはご迷惑をおかけしませんよってことを PR するっていう形にしてます。これらのことをきっちりと明記すると、融資はかなり掘りやすくなるのかなっていうふうに思ってます。で私の会社で、ね、物件を買い付け入れた方はもうオリジナルのね、融資のためのプレゼン資料とかをプレゼントしてますので、ぜひ購入する際は私の会社から購入していただきたいかなというふうに思います。で皆さんもね、融資受けるために工夫されてること、もしかしたら他にもいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、もしね、融資を受けるためにやってる方、例えば土下座してますとかね、そういう面白いことがあればぜひコメントしていただけたらと思います。